はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9ライブ配信始めていきましょう。ウィニングポスト9、2014年12月3週からのスタートです。チャット欄に、Twitch、YouTube、旧 TwitterX のアカウントのリンク貼っておりますので、ぜひアクセス、チャンネル登録、アカウントフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。では、行きましょう。ごめんなさい。ではまず12月3週のレースからです。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ブルーチッパー先頭、内からぐんぐんと。ベストウォーリア先頭、残り 200m。 ベストウォーリア、このまま振り切れるか。ベストウォーリア先頭、ベストウォーリア先頭だ。ベストウォーリア、ベストウォーリア1着、2着はアマノトラッカー、3着にフォルテ。勝ったのはベストウォーリア。アマノトラッカー負けてしまった。惜しくも2着。次が名古屋グランプリ、これ地方交流重賞ですね。アムインサイト一番人気。短い直線に入って、後続は届くかどうか。肩のインサイト抜けた。2番手はアウトジェネラル。肩のインサイト強い強い。肩のインサイト圧勝ゴールイン。2着はアウトジェネラル、3着に日本ピロアワーズ。これが G1 馬だ。肩のインサイト。あのインサイトはまだまだやれそうなんで、来年期待しましょう。あと2年か。保留重賞はいらん。ターコイズステークスです。2頭だし。1番人気はハープスターか。女子会上げ声を頑張ってくれ。ハープスターグリグリか。ウリウリもいますが、それぞれ戦法を変えることができるが、まあ変えない方がいいだろうな。アップスター追い込みか。ダイジェスト。さあ、いよいよ直線の攻防。肩の上げぽよ先頭、残り 200m。 さあ、先頭は今度はハープスターか。2番手は肩の上げぽよ。ハープスター強いわ。このまで決まりか。ハープスター強い強い。ハープスター圧勝ゴールイン。2着は肩の上げぽよ、3着にウリウリ。ハープスター見事1番人気に応えました。ちょっと力差を感じてしまったな。パーコイズステークス、まあ、53キロっていうのもいいよな。お、なんか、なんか効果は何だろう。ペテルギウスか。一番人気なんだけどな。あ、なるほどな。重賞
は、2着になってるのかな。エルエキスウェイスター、両方アマメが。注目しておきましょう。ダイジェスト。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アオーディ、さあ届くのか、これランウェイワルツ一気に来た。残り 200m、 さあ先頭は今度はランウェイワルツ、肩の点上げ抜けた。2番手はランウェイワルツ、肩の点上げゴールイン。2着はランウェイワルツ、3着にアオーディ、肩の点上げ見事一番人気に応えました。いいですね。勝利が一番、成長には2000番です。さあチネジカーとスパイダーマンが登場。2頭で人気独占してますね。スパイダーマンは難しいな。追い込みでもいいのかな。あでもないか、このまま行くしかない。ダイジェスト、さあ直線に入りました。これからの勝負、キラボクディープ。さあ2頭が上がってきました。ここで先頭変わって天野スパイダーマン、2番手は天野チレジカ、天野スパイダーマン。スパイダーマンの方が先着した。先頭は天野スパイダーマン、1着でゴールイン。2着は天野チレジカ、3着にアトム、見事に勝ちました天野スパイダーマン。いいですね、吉富先生。さあ朝日杯フューチュリティステークスです。天野富士さんが出走してきます。一番人気ですね、山の富士さん。あ、しかもグリグリやん。チャンス。クラリティスカイ人気馬はダノンプラチナか。山勝エースもやっぱり強いからな。この辺が立ち下がりそう。レース行きましょう。阪神競馬場2歳 G1 朝日杯フューチュリティステークス。2歳マイル頂点を決める戦いです。中山競馬、阪神競馬場で行われます。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のジャストドゥイング。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、天野富士さん前に行きそうです。ペイシャオブロー、それに続いています。さらにはクラリティスカイ、17番凱旋くまモン、その後ろ天野富士さん先手を取りました。その後ろからはジャストドゥイング、内からはオリーブヘイズ、その外にオートリシャリーフ、ジャンボブック、そのうちに続いています。その隣にロジチャリス、その外から凱旋ミゼラブル、内からはダノンプラチナ、その外にオリーブエターナル、内からはグランシルク、並んで9番クルーガー、その横に西野ラッシュ。先頭ですね。少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭は依然として天野富士さん。2番手はクラリティスカイ、凱旋くまモン。3番手、さあ天野富士さん、このまま逃げ切れるでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野富士さん先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。クラリティスカイ必死に追います。でもぶっちぎり体勢だな。縮まるか、勝ったな。あと 200m、 後続を完全に引き離した。見てください、この差。天野富士さん、この馬で決まりか。圧勝です。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はロジチャリス、3着にダノンプラチナ。天野富士さん素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。
ウィニングランです。さっきザーレベルはアップとなります。やってみるか。山勝 S とかだからそんなに強いとは思わんけどな。ボーナスをもらえるしやるしかないでしょう。あれ？これコネクティングで接続できてないってことかな。はい、なかなかつながらない。ダメなら仕方ないんで諦めましょう。あ、つながった。2番人気か。サクッとこれはダイジェストでいきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭だが、先頭外からどうでしょう。ちょっとやっぱ足が鈍り出したな。先頭あと200m、うまくないよな。先頭は今度はエンドウソウバセイ、2番手はウエスタンフライト、エンドウソウバセイ、先頭エンドウソウバセイ、1着ウソウバセイってダブルフォルト、エンドウソウバセイ、見事このレースを制しました。何着だったか。なかなか辛いな。次ダメならもうやめましょう。10ポイントじゃな。あ、入った。マカヒキもいます。さあ、有馬記念が迫ってますね。さらに、謎ディナーってなんだ、謎も夕食だっけ。こちらがデビューしてきます。まあ、アメリカンオークスと大賞典天の角美引退レースとなります。まあ、よく頑張ってくれました。お、ロディチャリスか。ライバル関係はさあ展望です。低音のトップか。カレブも2頭でゴルロシア、タニタがちょっと落ちる。なんでしょう、なんか電話かかってきた。ランスオットファール、ダーカリを買いたい。嫌だ。なんだ、そういうことか。いや、売ったらなんか、ロックが解除されるんだったら売るけど。
いいえ、もちろんいいえです。日本の司法です、もはや。だらかには、サンタクロース、大丈夫の教え、拳で語れ、ローテですけど、まあローテはな、おもてなしは今週か、で半沢が一周放牧、え、若駒でよかったっけ、あ、若駒でいいですね。で、ふなっしーはまあ出るから、ゾディーナが今週デビュー、楽しみですね。風立ちぬ進撃と続きます。風立ちぬ進撃の巨人がいるんだな。テルマエロが今週、キャタも今週、吉田沙保里は熊本地方競馬か、まあここはここで一周放牧、ミキアイルわ、ちょっと疲れが心配だ。しかし、休むことはできません。ミッキーアイルって5勝か。早く買ってほしいな。維新はどうしよう。維新引退ですね、これ。維新は走らせない。維新光。頑張ってもらいましょう。次中山記念か、これは選んだ道だよな。2月1週まで済ませます。今週スカイツリーが端カップ、うん、でスパイダーマンがディセンバー取りましたが、 ACC は4頭出てんのか、ちょっとこれは厳しいな。4頭だと健康が低いな。そういや、さすがにこれはいただけない。まあでもそんなに今のとこ気にする必要はないな。柔軟性をもうちょっと上げたい。健康気にするぐらいならローテで考えた方がいいかもね。スパイダーは新勝だったしな。だからまだ、もうちょっと待った方がいいですね。いや、一周でいい。いや、鍛えた方がいいや。トレグが今週、あげこよ、パパのリッキーは、ピアスワールドカップか。これ放牧するとダメなんで、休ませない。こだまでしょは調子、一応放牧します。一周だけ。アンドロイドは日経新春杯はちょっと無理、まだ無理ですね。スピード C なんでスピード上げないとね。アンドロイドな、アンドロイドってキツナコマンド使うか。何が S プラスに上がったんだ。健康かな、パワーかな。パワーはあるんだよな。問題はスピード。でも精神力は低いからな。精神力を上げたいよね、まずは。血統なんだろう。イカと日本だからあんまり海外は合わないかも。
東京大商店に登録。西報告でもよかったかな。地点時間。東京大商店に出るんだ。どっちがいいんだろうな。賞金は3800万だから。ダートはダメなんだな。京都記念でも出させる。うん、京都記念いいと思う。じゃあ出しましょう。疲れはそんな溜まってないから一周放牧でいいや。チェンティはまだ現役できるけどな、でももういいのかなとか思っちゃうよな。5歳だろう。もう一個、ちなみに名馬列伝見てるといつまで現役やってんの ?2014年。馬人気とどまる。ん？ちょっと待って、2014年だろ。あ、これラストランなんだ、ジェンティル女。じゃあ引退させないとダメですね。ジェンティル女は引退となります。あ、しまった、ジェンティル女引退させたけど登録忘れてた。玉のつぼり登録かな。対戦に登録です。AKB か。 AKB は急所上げてるよね。 AKB 牝馬か。 AKB も引退でいいよな。アリエッティは？うん、アリエッティはまだ引退させるわけはいかんかな。もう一年頑張ってほしいな。ちょっとそんなになんとも引退させるわけにはいかないんで。やったらこれ休ませるべきだろうな。まあ、どこまで現役でできるかだよな。2着がとにかく多すぎる。ポルシア、キングダム獲得したんだ。ハヤブサも5歳ですね。賢さ以外は十分いけてるけどな。ちょっと疲れが心配ですね、慶応は。フィッツァー放牧、蓮舫が育成させてるけど、ここを無理する必要はない。も一周放牧。ん？これはソラ記念名古屋グランプリが終わってるから、で次はこれ引退レースですね。楽しみにしましょう。他に引退する馬ってなんだっけ。維新とか、一応登録しとこう。
あとは、まあどうかな、グーとか無理だろうな。報告してんだけど、報告してる場合って対戦登録はできる、あ、できるんだな。まあ厳しいと思うけど、あとキャワタンか、ちょツイッターも現時点で登録しとくか。だけじゃなくてブルースカイも本格的やることになりそうですね。ブルースカイのアーカイブを上げるときにブルースカイの URL をつけないといけないし、このチャット欄にもブルースカイのアドレスつけとかないとね。まあ、こんな感じかな。ランニングボブキャッツ、これズヒンバじゃん。まあでもどうなんだろうな、ランニングボブキャッツって。どっか安平はアーチーズギャルイーディスっていうの持ってじゃ、所有だけじゃないよね。これか。キャットはブルース、ブルーグラスキャット。どんなまだこれ。うん、あとは、米アーチーズギャルイーディス、これオスウマか。オスウマは気にする必要はないね。あくまで怖いのはヒンバなんで。ホテルマイルチャンスありますね。
しゃもち。今、そう、海鮮いわくまだった。これが主役なんだ。そうなんですよね。ジャパンカップじゃない、ジャパンカップじゃない、メルボルンカップを取った馬なんだよな。慶応もちょっと登録しとこう。慶応も、登録しとかないとダメだろうな。行きましょう。アメリカンオークス天の手ルマエロ一番人気か。17。ちょっとだけ抜けてはいるな。レース行きましょう。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフェレサルーズ。綺麗なスタートを切りました。興奮カード前に行きそうです。フェレサルーズ、それに続いています。さらにはフォトコール、6番リーブズチャージャー、その後ろ先手を取ったのは興奮カード、好位置をキープしています。アマノテルマエロ並んで栗色の馬体イントレピディティナディア、すぐ後ろにスマーテンヒル、これに続くのがサンブリンクライド、その隣にアウターダスター、緑の帽子クイズカップス、その後ろ少し離れてグレートシェアラー続いています。並んで漆黒の馬体クローデッドに大きく振られちゃってます。そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、しんがりからパーソナルダイアリー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。9番フェレサルーズ、リードは1馬身から2馬身興奮カード、それに続きます。そして大きく離れてクイズカップス、この位置です。並んで12番スマーテンヒル、アウターダスター、この馬もこのグループ、ピンクの帽子アマノテルマエロ、いい位置につけました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてフェレサルーズ、捉えた。2番手はだからマークされてるね。外からピンクの帽子アマノテルマエロ伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと200m、ここで先頭変わってアマノテルマエロ、残り100m、2番手はパーソナルダイアリー、アマノテルマエロ、先頭はアマノテルマエロ、1着、2着はパーソナルダイアリー、3着にクローデッドニッキー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたアマノテルマエロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり勝ってくれましたアマノテルマエロ、3歳の牝馬の G1を制しました。さあ次が東京大賞典、馬のゾーン引退レースとなります。さあ、ホコタル前も出てますね。ホコタル前は2番人気。さあ、優秀の美を数えられるか、天のつぼみ。さあ、
ミットストーンですね、他。サンディスタも怖いな。レース行きましょう。東京大賞典、大井競馬場ダート 2000m。 さあ、天のつぼみと小樽舞が対戦します。他のサンディスタとかも怖いです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。北高樽前好スタート、天のつぼみ。この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのは天のつぼみ。続いて対戦スマホ、敏感テーション。どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。先手を取ったのは北高樽前、2番手に最強王者天のつぼみ、黄色の帽子栗のスターを、その後ろ凱旋スマホ、それに続きます。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。すぐ後ろにサンビスタ、さらにはサミットストーン、その後ろからはシェリアオーバー、その隣にビンカンテーション、チップジラルディラ、すぐ後ろその外にエルプラクトル、これに続いてミネソタソネット、しんがりからプレティオラス、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番クリノスターをレースを引っ張ります。10番天のつぼみ、2番手を追走、大きく離れました。北高樽前、並んで4番凱旋スマホ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番クリノスターを、2番手は天のつぼみ、これは絶好の手応え。間を挟んで北高樽前、3番手、さあ天のつぼみ、このまま逃げ切れるかどうか。4コーナーを強いな、俺。さあこれからです。天のつぼみ先頭、並ばれた。北高樽前先頭、前残り 200m、 北高樽前伸びてきた。2番手は天のつぼみ、北高樽前差を広げる。北高樽前強い強い、北高樽前圧勝ゴールイン。2着は天のつぼみ、3着にサンビスタ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは北高樽前。北高樽前さえいなければ。そうか、先頭に出たってかかったんだな。ライバルが負けてしまったのは悲しい。写真カップです。あ、馬のスカイツリーがグリグリ。あとキャーターもいますが、ちょっとキャーター落ちるな。スカイツリーってオープンかっただけだけど、スカイツリーの方が上って見られてるのか。さあキャーター成功変えられます。差しで行ってみましょう。ダイジェストです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。魔人プロスパー先頭、あと 200m、 天のスカイツリー先頭だ。天のスカイツリー2馬身のリード、このまま粘れるか。2番手は天のキャバタ、天のスカイツリー1着、天のスカイツリー完勝。2着は天のキャバタ、3着にダイワマッジョーレ、天のスカイツリー見事な勝利です。重賞初制覇、そうですね、重賞初制覇かな。いや、どうなんだろう、違うと思う。さあ、凱旋天の謎リーダーがデビューか。1番人気、2番人気はリモスタリアだな。天の父は天の一郎さんとなんだよな。で、謎ディナー、母が天のつばい、父が天の iPod の天のの馬か、二頭とも。まあ、ダイジェスト、行きましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノナゾディナー先頭、残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。2番手はエリモスタリア、これは強いわ、ぶっちぎった。最後はこのままで決まりか。アマノナゾディナー独走、アマノナゾディナーぶっちぎりです。2着はエリモスタリナ、3着にタイキリック、これは桁外れの強さだ。アマノナゾディナー、ホップフル、これ
どうだろうな、リアルスティールが人気か。うん、でもしゃあないな。手なしはちょっと厳しいと思う。ニーカに3機とかいる。ああさ、北サンブラックもいるんだな。北サンブラックは不気味だな。ダイジェストでいきましょう。中山競馬場2歳 G1 ホープルステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のおもてなし先頭、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。2番手は北サンブラック、天のおもてなし。勝ちましたね、おもてなし。1着、2着は北サンブラック見事に勝ちました。天のおもてなし、リアルスティール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。ミニグランです。おもてなしもやってくれました。さあ次は有馬記念ですね。年末のグランプリ有馬記念はどうだ。あ、本勝負は型の軽音なんだ。トレーブが他の印を独占しているジャパンカップは、ゴルシアちょっとやっぱり良くないのかな。ここにいるキャプチャーとか、まあ、のたにいたらもいますが、厳しいのかな。対戦枠は実は不気味ですね、結構。ウェルキャプチャーあたりまでが射程圏内かな。さあ、ちょっと4頭いるので、それぞれ戦法を考えてみましょう。ケオンが先行策だろうな。他はタニタ先行策、ゴルシサシ、トレブ差し、これでいいでしょう。これも追い込みでもいいけど、中山直線が短いし、先行馬少ないから、このままでいきます。レースいきましょう。さあ、年末のグランプリ総決算、G1 有馬記念中山競馬場、芝 2500m で行われます。歴戦の優雅勢揃い。果たして勝つのはどの馬になるんでしょうか。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ、最後は大外枠のワンアンドオンリー、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争いラブリーデイ前に行きそうです。ロゴタイプそれに続いています。さらには天野タニタ最強女王片野慶雄その後ろ先手を取ったのはラブリーデイ少し開いて放線上段その外からミスラボニータ内からは長男パンドラその外にホエールキャプチャその隣にモーリス第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。その外にトゥーザワールド凱旋いわく馬そのうちに続いています。トレブ後ろからになりました。すぐ後ろにゴールドシップ並んで漆黒の馬体里のギャラント内からはラストインパクト先行策だけど、まあ、先行馬が少ないから前でこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過先頭から最高峰までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。4番ロゴタイプ黒の帽子ラブリーデイその後ろその横に天野タウニタ間が空いて片野慶雄並んで7番当選上段その外にイスラボニータ並んで12番ホエールキャプチャ仕掛けどころでこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてロゴタイプラブリーデイほとんど差がありません。天野タウニタ3番手トレブいい位置です。いいと思うけどな。さあここからどうか。先頭に踊り出た。後続が追い上げていきます。さあ先頭は天野タウニタ離れて短いかな。トレブ後位を追走4コーナートレブがやってきた。さあこれからです。天野タウニタ先頭残り 200m を通過してトレブ先頭だ。先頭だ。2番手は天野タウニタトレブこの馬で決まりか。トレブやっぱり強いな。2着は片野慶雄3着に天野タウニタ今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇トレブ気性馬かミニグラン。これは強いな。4着までは結果的には独占したことになりますね。しかも、あ、そう。去年の有馬記念も含めて勝ってんだ。トレブすごい。はい、人気通りか。ギャラクシーステークスか。はい、これを飛ばす。これでレース終了だな。結構稼いでくれた。なるほど。ケンゴが運動アップ。とはいえ、もう高2なんで、ちょっと、そうよ、ヨドが小4なのに BBC じゃないですか。下の2人は。そう考えるとちょっと辛いかな。春秋どこか連覇をしたってことですからね。これ本当に強いわ、トレブ。21戦19勝だからな。勝っただけの価値はあるっていうもんです。おもてなしは楽しみやな。あ、おもてなしで5番人気でしかなかったんだ。
もうポータルワイン焼いちゃいましたね。あ、謎ディナー、これは55だ、すごいな。あ、明らかにでも走り方がすごかったもんな。超良血を G1 候補生って言われてる。回答なしか。SSK だよな。まあそりゃそうだが、このような結果となっております。保守は？保守はいろいろ。サーゲイロード系とかトルビオン系が取ってる。ヨーロッパ系統が強い。3レーサー S 系を 6勝はしてるんだけどな。片野ケヨンとか。海鮮岩熊なんかもすごいよな。そして、米国です。SSKも頑張ってますね。まあ米国の方が SSKが通用するってことか。サクラシングルームシングルームってアベニューセータンか。ミスプロが強いよな。ストラーズブ、あーブリックブルーキトゥンか。ブリックブルーキトゥン強すぎるんだよな。もちろん行きましょう。姫神マリア、こうなってますね。あんまり取れて、意外と取れてないし、ライバル馬に取られるケースも目立ってんな。まあ、ライバル馬でもほとんどはあのクラブ馬、主事馬ですけどね。後半は結構頑張れたと思う。サウニーヤとか車内だからな、嫌だよな。ストレートガールがそう、ストレートガールは車内じゃないんだ。浦川生産なんだな。蓄積ピリオド。福永祐一。トレブ乗ってる馬だからな。海鮮岩熊は勝利導いたのすごいよな。お、やってくれました。うん、でもトレブでしょ。これは昨年もトレブだったが、だよな。あと圧倒的で300票中256票を獲得。コパのリッキーがここも、まあ、BC クラシック取ってたりするからな。チャンスはありますよ。ただ、あ、ダメだな。シェアードビリーフが米国三冠なんで、これは無理。リチャード、あーですよね。お、ソロエアオベロシティ、まあソロだろうね。これはち
あ、違うわ、オーストラリア。なるほどな、3歳の方が重要視されるんだ。各種ダービーを取ってます。AKB 休賞してるけどもいいんじゃないかな。 AKB は安引退、イクメンはまだ やめるわけにはいかない。 Twitter あと2勝だけどな、頑張ってほしい。トレブ17勝はすごいな。来年ぐらいまではやってほしいな。アネッティ休賞してますね。もう1年やったらいいかな。フィッツはどうだろう。じゃあやるしかないよな。タニタか。タニタはもちろんやる。グーは引退かな。海猿。本当？いやでももうやめとこう。さあまだこれからだ。慶應はどうやったっけ。14勝上げてますね。慶應は引退させるんだっけ。引退させる。向き合い量はまだやる。ヘビロッテはそれ考えると厳しいと思うけど、もう一年ちょっとやるしかない。レホまだ、来年はさらに上を目指しますよ。まだ頑張るしかないな。エルワイルは3勝目ですね。菊花賞馬か。この辺はやるよね。インサイト。2勝か。山田あるは厳しいと思うけどな。でもここで諦めるわけはいかんよな。なんでこの山があるそんな伸びないの。勝てなくなってんだ。アメリカオークスとか勝ってんのね。でも3歳馬ばっかりだもんね。ここでは本当に強い馬だったのに、どうしてこんなに勝てなくなったんだ。スピードがないんだよな。コバだと、コバとか海外だとスピードが重要視されるってことか。もう引退か。優勝したけど厳しいね。ただ3勝か。それで引退するのも もったいない。もう1年頑張ってもらおう。ウォルシも引退させる。この辺は引退させるわけにはいかないよね。ドラッカーとかもまだこれからです。マイガールはどう？マイガール無理だと思うんだけどな。ちょっと負けすぎてる感があるよね。ま
ガール引退かな。今度この辺はこの川で引退させないで挑みます。どうやもんな、分かってる。4勝だから無理です。これは金札です。 AKB も金札。つぼみはどう、え、どうなんだつぼみって。え、だってつぼみって8勝だろ。なんでだろう。まあ、あ、まあ半分なのか。マクトゥームとか取ってるから3勝は海外だけどな。まあ、当然維新だよな。このまま絶対昭和前にします。ソンコブインド早いな、引退が。あ、アトランタとタイタニックが引退だ。リーブサマンサーではちょっとダメだの。アトランタ、まあすごい本人の成績のダートはすごかったのに、アーニングインデックス的には伸びなかったよな。タイタニック、一時はすごい良かったのにな。凱旋席駅ぐらいだもんな。まあ、SS の傘下たくさんあるが、ツルアルガールの決闘はどうなるんだろう。母親は気づかれてんのかな。ちょっと残念です。なんかメジロパーマーとかもか。代表参加とか書いてんのかな。書いてない。繁殖入りが6頭、種母馬入りが3頭ですね。ウミザルも入ったか。一生デスケは入りましたね。つぼみも種母馬入り、頑張ってほしいな。ジャスターウェイがトップか。ダンシングキーじゃん、これ。ダンスパートナーとかの決闘だよな。ある日、キャリパミュー。桃天然が結構優秀だよな、これ見てたら。桃天然ってマーメイドしか勝ってないのに、結構やるな。ある日は金札だったと思う。あと、まあ、他の馬もアクアラインとか。ダンスインザダークとかもいるしな。特にやっぱ桃天然が優秀だよな。シンジケートだ。クラブ馬だよな。いいでしょう。まあ、買っときましょう、この辺は。別に、これは、繁殖印馬か。
これどうなんだろうな。買いたいけどな、プリンセスオブシルバー。ランニングボブキャッツっていうのを見ます、ね、確かこちら12歳、ちょっと辛いな。どうなんだ、6頭いや、まあ、引退させないといけないもんね。この中で言えば、プリンセス・オブ・シルバーですね、気になるのが。ちょっと考える方がいいのかな。最優秀2、3品馬でも早めなんだよな。だから、そんなに良くないかもしれんな。ちょっと一旦見送ります。これは見送りです。6頭は、クラブを7頭売却しないといけないんだ。まあ、丸森とかはいらんよな。この辺はいらんよな。コレーバだよな。コレーバでもそんなにいらんよね。ロンバケぐらいか。
他のツイッターが主な参加だもんな。まあなっちゃんと被るよね。なっちゃんの方が作してるだけ。そうでもないか。とかもこれからだもんな。マイネレーツどうだっけ。ああ、くれないのか、これ。キャンキャンとかわからんもんな、この辺は。4頭ずつ売らなきゃいけないんだよな。ヘルシーナとかもいるよね。マイガールぐらいやな。ソアニューエンは金札だから売るわけにはいかないしな。ブルースは毎日王冠ぐらいだもん。リーサイドってどんな馬だっけ。あーダメだ、リーサイド売るわけにいかんな。お金、お金も売るわけにいかんしな。わかんな。初音ミクはちょっと落ちるんじゃないかな、実績的には。何か売るか。ラッキースターは、ラッキースターでも活躍してるから無理だな。バーナーデイレオとか売ってるけど、アドアーダはレイレードオロを打ったらもう用なしか。キャンキャンどうなの。キャンキャンこれは強い。ある日とかもまあ決闘的には強いからな。エネループはちょっと落ちるよな。フィート。ス
タイルがミッキーアイルを生んだ。スタイル自体は魅力がないんだよな。まだもういらないかもしれない。いや、これはまだだな。タイルは売れない。ウォッカの方がなんか評価が低い。むしろ。最近、差し難しいな。プリキュアってどうなんだろうな。ちょっと無理っぽいね。なるほどね。世界に花があり、今売ってる。ヒアリングバードか。まあ、この辺は山菜花だから、なるほど。ああ、ダメだ。テアリングバードは持っとかないとあかんのか。難しいな。持ってない馬で上の馬を売るしかないな。ハウルとか小泉ってこと？
ハウルかな、まあ、まず売るとしたら。マイネレーゼルってどうなんだろう。ああ、なるほどな。次は売れない。ヤバウアーは確かに名品ではあるんだけどな。フザ・ビクトリーね。ラベリータ、ラベリータ。ラブスオンリーミうん。ラッラこれ自体はそんなにスピードが良くないんだな。レイデオロを産んだら終わりってこと？ぽいな。ぽいですね。ちょっとラドラーダは、売る、ラドラーダかな、売るとしたらもう。このうちクラブ馬の中からだったら、やっぱりハープスターなるじゃないかな。まあ、ビルシーナっていう手もあるけど。この辺をいつは捨てるかっていう感じかな。よかった。社内には売られなかった。これ4頭だな、売却数は。まあこれは単純に弱いっていうか、まあ、バックシーンを7、まず1投目は。セウスカイとかまだ諦めたくないよな。でも、結果が出ないよな。
とはまあ当然種付け量で見よう。種付け量最低は使えた。あとキャプテントゥーレぐらいだよな。いやでもまだか。ナルトは、ナルト自身はアーニングインデックスがちょっと低すぎるな。ヘイポターはまだわからん。カリスマはどうなんだろう。11位。そばにいるねとかトゥルースか。アラフォーが不利には見えるな。医師も正直厳しいと思うな。医師打っちゃってもいいかもしれない。これでいこう。デムーロがフリーや。あ、山野さんが引退か。残念。安川さんも引退。安川さん頑張ってたのに。曽根さんも引退か。嘘だろ。新人は一人。原川さん。22歳で引退ってどういうことだ。厳しいな。まず C2 馬から決めないといけない。まあ、マカヒキだろうな。ソングバードを選ぶか、メジャーエンブレムを選ぶかだな。そしてもう一頭は。どっち選ぶんだっけ？タイムレム、ね、ソングバードとメジャーエンブレムだよな。あー、なるほどね。こうか。あと、シジツバがいないんだっけ。谷のアンバーシンとかもシジツバだけどな。リオンゲイズとかも来そうなもん。あ、この辺シジツバだから、ちょっと待ってよ。シジツバだから、ブロディガールさんもシジツバだから、この辺は売らないといけないんだ。いそうなかな。ヨンディーズ売るわけにはいかないんで。
とヨンディズとヨンディズはいるよな。三区だからっていうのもあるな。でも個人的にはあの谷川橋に残そう牝馬っていうのもあるから、これであと8頭だな。だから天の妖怪、天の妖怪卓球者本田さん、そしてトレンドがどんな感じのトレンドなのか。まず、アナ雪だな。これはアナ雪でいきます。天のアナ雪、天のアナ雪。森さんだな、当然のごとく。クラウド、配車アプリ、クラウドソーシング。あ、これです。ソチ五輪とかか。富岡製水市場。乗り子女王婚約か。エレキテル。エレキテルか。壁が、壁ドンなんだ、この年。スタップ細胞も忘れちゃいけないな。あ、テラスハウスか。テラスハウスは終了したんだ。カープ女子なんかもあるよな。ちょっと弱いけど。
2014年のヒットは、青色 DIA、富岡就活、就活流行ってんだ、格安スマホに、ニーサってあれだよな。あ、花子とアンテとかマッサンってこの時なんだ。花子アン。天の花子庵、天の花子庵。低いけど能力高いところ。中丸さん若くはない。深谷隼人さん、それから坂中、肩の措置、措置五輪ですね。高田大輝ってのは結構すごい、こうないか。若い人の方がいいよな。奈良さん、ブエナビスタ、これが天の兄さん、天の兄さん。青島さん、セカチュー、セカチューは、ソングバードはシーツバー。インバが多いな、ほんと。まあ、そりゃそうか。気象炭、就活、アナ雪、クロワッサンドーナツってなんだ？
あと、なんか、カマチョってなんだ？ビレゾン、まあまあ、レディー。あ、レディーゴってアナ雪の主題歌なんだ、これ。わあ、わかんねえなあ。あ、壁ドンまだなかったな。じゃあ壁ドンでいこう。天の壁ドン、天の壁ドン。渋井さん52歳か。渋井さん行こう。これね、動向としては今、あと2頭か。初音ミクとなっちゃんか、あと。これが何にする？富岡製糸場とかあるな。富岡でも女性牝馬につけたいんで。クラファン、クラウドソーシング、スマートハウス、スマートハウスか。アナ雪、壁ドン、キュレーション。キュレーションなんかもあったな。スタップ細胞。まあ、スタップは流行ってるから、これはいいと思う。イカ、ああ、銀翼のイカロスとか流行ってたんか。カープ女子か。下町ロケット。北陸新幹線ってか、ああ、ね、違う。USJ はあれやもんな。の、あ、つむつむとか流行ってたな、懐かしいな。自撮り棒、半額メイク。やっぱりスタップ細胞とかか。デング熱もこの年なんだ。で、いいともが終了したよな。
ノーベル、イスラム国。インバウンド消費ってもう、これ来てる、この時にもう来てるんだな。まあでも、一応ノーベル賞ということで。天の LED。天の 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 LED。眉浦厩舎か。引くか、厩舎。この人に入れましょう。で、あとは、なっちゃんだっけ？これが、富岡せ、富岡糸までつけよう。天の富岡糸。天の富岡糸。もう一回森厩舎。こんな感じかな。あとは全部クラブ箱。振らないでクラブバに入れます。いそうな VX の代理は全部売らずにクラブ、クラブ20頭ですね。どうしよう。ちょい飲みとかもあるのか。あ、レディーゴーだな、まずは。
で、次が、英語プリキュア3区。これも牝馬だなぁ。これがまあエレキテルかな、さすがに。凱旋エレキテル、凱旋エレキテル。何をダメダメのもエレキテル。そして。これも牝馬の牝馬ばっかりだな。ああ、ドブロックのもしかしてだけど。それから、ハルカスか。前のハル。ハルカスってこの年だったんだ。阿部のハルカスって。凱旋ハルカス。凱旋ハルカス。いや、ハルカスも結構重要だと思ったけどな。兄さんはまだこれブレイクしないからな。ちょっと入れ替えよう、兄さんと。チハルカスにして。天のハルカス、天のハルカス。で、凱旋ハルカス。ハルカスじゃなくて、凱旋ニーサにしよう。この年じゃないかもしれないけどね。3分かとか、口コミサイト。でも口コミサイトって別に流行ってるとは限らないしな。自動運転とか音声検索とか相変わらず言葉が出るしな。ああ、フェイスブックがあるんだ。ひどいな、これよ。凱旋カオブック、凱旋カオブック。表面上わからんよな。
数間だよな。じゃあこれマッサンで。凱旋マッサン。凱旋マッサン。エハウル。これは牝馬だな。あ、ラインもこの年なのか。あれ疲れてんだ。そっか、もう疲れちゃってんだ、ラインは。ハロウィンのポップ、なんかプレミアムビームとかを、ロボット掃除機ってこれからだしね。カープ女子か、カープ。恋ガール。恋女子の方がいいか。凱旋恋女子。凱旋のりこ、凱旋のりこ。で、山の日ってこの日だっけ？あ、富士山だから山の日は違うよな。イカロス。ルーズベルトゲーム。ルーズベルトゲーム。ルーズベルトって、ハンザーはもうやったしな。飛翔島ってなんだ？あ、就活もこの時期なんだ。USJ はあれだろ、ハリーポッターだからな。ハロウィンのコスプレはあったな、そんなのが。あった。錦織かと。レリーゴーかな。あ、もうレリーゴーはもう言えちゃったんだ。ギラゲラボーは、ギラゲラボーってそうじゃないような気がするしな。牛すき鍋膳、サードウェアオブチョイス。スタップ、ここでスタップ入れとくか。
あります。凱旋スタップ、凱旋スタップ。アイモード、頭数が多いのがちょっとな。そうそう、ネタ切れ気味になってる。でも牝馬だよな、牝馬多いよな。凱旋デミオ、凱旋デミオ、花盛りか。これも牝馬なんだな。クロワッサンドーナツってのが流行ってみたいだな。凱旋クロワッサン、で、なんだっけ、ちょい飲みでいこう。凱旋ちょい飲み。で、上マーチ。あれって後ろで操作し、誰だっけ、グラノーナっていうのもあるんだ。あとは特保、特保、そう、特保ドリンクがなんか流行りつつあるんだけど、あんまり言われてないな。ゲラあと、なんだっけ、サムラ、ゴーストライター、ゴーストって、ライター、書き、書き手、もう、なんか、原型が、凱旋お化けたち。求めてないな。お、牝馬か。既得スルーとか秒でってなんだ。秒ではすぐか。ああ、まあ、つむつむとかかな。やっぱり流行ったんが。テラスハウスとか、あ、でもテラスハウスは終わっちゃったもんな。自撮り棒。まあ、でもつむつむだな。凱旋つむつむ。あれ？
で最後は、これオスマか。でここで、でもなんか忘れてる気がするが、ラベリータ13が忘れられてる。なんだこのラベリータ13って。ああなるほどな、結構あれ、初音ミクってなんだっけ。ああそういうことか。いや結構これ期待されるようになってるとか。難しいな。あ、ブラジルワールドカップの年なのか、これって。就活なんかも流行ってんだ。じゃあ、これ、押す、牝馬だからな。あんまり就活使いたくないな。クラサンドーナツも流行ったし、あとは、錦織ぐらいだよな。錦織さん。キュレーションマガジン、モノマネメイク。錦織かなぁ。凱旋錦織。あと、ゼニアッタ13っていうのもいるんだ。はいはいはい。これが最後だよな。
でも、キュレーションとかの方がいいのかな。格安スマホとかもあるんだよな。格安スマホって今もついてるしな。こんな感じでいくか。これで10頭、クラブが2頭。一応、押す。残念ながら、C2 番は、クラブには3頭しか持てないんで、2頭は残念ながら売却となります。ソングバードとマカヒキがまだなんだ。ソングバードは、ミナイさんとかな。そうだ、森村さん行こう。マカヒキは、ちょっとやっぱり低いけど、水面的にも能力のある。カーナさんはダメだ。オーリーさんとかはいいけど、まさきさん、これでいこう。これはおすまが1、2、スマ3と、牝馬2頭ですね。まあいいや、ブルーディガルさんはこれ、オス。男馬なんで、その辺は、それほど重要じゃない。本年獲得は、ってことで、でも評価額がみんな高いよな。だから、あんまりやる気がない。ヒョンディーズはいいや。シーツ馬じゃない馬の方がいい。感じかな。これでいきましょう。で、あとスタップとかはまあ落として、2億超えはみんな落とさないとダメだな。リオンディーズは2桁あげましょう。メジャーエンブレムをこのくらいまで上げていいと思う。全部ということで、あとはローテを決めるだけだが、もう2時間経過してるからな。
ここまでですね、この頻繁やらずに。風立ちぬがデビューですね。楽しみにしです。風立ちは父、バンブーメモリー、母、天の世界中ってことで、バンブーメモリーがまだまだ健在。なし、天のトルネードか。殺菌パイの馬も頑張ってほしいです。お？お、おもてなしが、北さんブラックで。勉強かな。本当に何いろいろありますね。何これ、いや、ノーマルで良い。そういうことか。お？なんだこの一押しに裁判って。天の妖怪。やっぱりね、一番やっぱり期待してる馬ですから、頑張ってほしいですね。父、バーミリアン、母、天のジュピターってことで、ジュピターか。まあ、能力も高い。お、緑。ザコマンド、ヨーク大好き。ヨーク大好き、意味深ですね。あ、そういうことか。まあ、まだもうちょっと待ちましょう。これ、ゼロサービーはでも適用できるかもしれないし。さ、頑張ろう。ツイッターこれでいいのか。ツイッターあと2勝だからな。スピードが B です。ツイッターってマイル戦？マイルから中距離か。香港マイル三着馬。まあこっちだろうな。出ましょう。また九太か、あれ乗ってくれないのか。岩田騎手、あ、武豊いる、乗ってくれる。そしてインサイトは出ない、フィッツは、フィッツは距離がちょっと長いよな。だからといって出ないわけにはいかないが、実はどうしよう。
まあ、ここじゃないの。ツイッターもいるけど。ツイッターってこれもう、ああ、ツイッターまだなんだ。じゃあ、ここを出ないわけにはいかないからな。チッピングノート。うん。で、フォアサニーバリー。コマンドを投入かな。ダメだな。カムワクエルぐらいか。コルシア大阪杯まで休めっていうのか。この年まで、ああ、ゴルシアはまあいいんだ。でも、もっと長距離出してもいいかも。2500とか。まあ、楽じゃない相手と戦わせるべきだろうな。コンクリートで動かないのもいいけど。オーストラリアなんだ。これなんだね。あ、むしろこの辺と戦わせるべきだろうな。集まったドバイシーマなんだけど、これなんだっけ。ん？これ G3 でこんなに賞金もらえるのは美味しい。美味しいな。ここ登録するか、じゃあ。イクメンはこれで5勝。まあ、AJCC でもしゃあないよね。いや、9勝。ん ?9 勝？イクメンが、あれいいんだ。イクメン、これアメリカだな。アリエッティの代わり、アリエッティと入れ替えるか、出すレースを。アリエッティはこれは、覚醒だけど、アリエッティを AJCC に出します。そして、イクメンをこれをにしてさらにあでも相手が悪いんだ。だからあのビッグブルフキトゥンがいるから絶対勝てないから。だからか。だから、アリエッティを挑ませてんだ。あえて。サシウマか。じゃあ北村騎手でいいや。で、ヘビーロッテがシクロード、うん、
タニタ、タニタってまだ3勝だからな。まあ、とはいえ、ないんだよな。タニタはもう、タンクレット行くしかないだろうな。トレブは大阪編挑もうっていうのか、ちょっと疲れが溜まってるんで、2月1週まで放牧させます。ミキアイルもね、取りに行かないといけないからね。1位がシルクロードか。シルクロード遅めだけどな。レンジャーズが早めか。アンセウマ、育成度を上げるやつ。大阪杯か。これはアメリカオークス出てるから。ヒルマイルは3勝か、この時点で。ただ早めなんで。ちょっと厳しいな。インバでそんなに距離持ってるレースがないよな。フェブラリーだ。いやでもまだ早いな。フェブラリーは早い。ダートバ？ダートバだよな。ダートバだから。あ、ここは吉田沙織がいるんだ。東海？うわぁ、ちょっと東海ではまだだよな。状態は？悪くはない。来週だな。触りはこれで OK。 ケさん、これでいいのかな。富士山一生予約あげて車配か。富士山はこれ、標的はどうなんだ。アメリカ決闘か。アメリカ決闘でし、ダートはダメ。アメリカは、ちなみに、4月を3週まではない。
然あのクラシックないんだ。ここまでないんだな。ことはダービーはまあ無理として、鹿のレースって全然ないんだな。ここぐらいか。詐欺賞、まあ悪くはないけど、この前に関しては普通に。はい、だんだんと迫られてるのも事実だもんな。中距離か。中距離だったら、いやここじゃないな。平成杯とかも出たいが、力感温室はちょっと長いんじゃないかな。フリージア賞で行きましょうか。だからここ消して、ここ消して、こうか。あ、ダートも行けるんだ、レッツゴドンキは。情報です。今回は20頭ですが、会員数は9万人になりましたね。募集馬はご覧の通り。お、マッサンを買いましたね、青葉エリカが。ちょっと待った、マッサン、これあれじゃないの、白い馬じゃないの、あれやばい。まあでもデミオがまだいる。スタップとか全然売れてないが、ノリコとか入手。まあ売れないよな、こういう高額馬は。一口価格が高い馬はやっぱり全然売れてない。恋女子がいいとこだよな。それ以上はちょっと頑張っても売れない。他はまあ売れてるからな。だから50万超えたら何しても売れないと思う。あとはまあこういうふうなシーツ場ぐらいしか可能性がないってことで、アーバン氏は結構期待されてるよね。まあ母親桜花だからっていうのもあるだろうな。はい、ということで、やってみますか。
対戦です。に花強すぎるだろ。ランダム。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。新たに登録された馬が多いです。ブラックキャビンが強いだろうな。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。天のズボン前に行きそうです。天の AKB それに続いています。さらには片のポミョ6番、天のキャワタン、その後ろ天のズボン先手を取りました。少し開いてブラックキャビア、その隣に型の維新、天の海猿、すぐ後ろ緑の帽子、型のツイッター、その後ろ天の小泉、この馬もこのグループ、内からは天のグー、その後ろに型のケイオ、しんがりから天のフィッツ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から1番型のポミョ、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続いて天のズボン、そして大きく離れて型の維新、この位置です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。すぐ後ろに天のキャワタン、これに続くのがブラックキャビア、並んで11番天の AKB、 天の海猿、そのうちに続いています。その外に天の小泉、並んで8番型のツイッター、すぐ隣に天のグー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ1番型のポミョ、型のポミョ後続を引き離します。いいな。2番手は天のズボン、間を挟んで型の維新、3番手後続も追い上げていきます。詰まってきたね。直線に入りました。これからの勝負、ポミョは頑張ってる。型のポミョ先頭、あと 200m、 天の AKB 追い上げてきた。天の AKB 抜けた、型のケイオン差し切った、型のケイオン、型のケイオン1着、2着は天の AKB、 3着に天の小泉、型のケイオン見事このレースを制しました。キョンが一気に大外から差し切りましたね。あと 1800m、 今回はランダムでいきます。で、枠順変更、再度ランダムで、これでレースやってみましょう。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。天の AKB 前に行きそうです。天のキャワタン、それに続いています。さらには天のズボン、9番型のポミョ、その後ろ天のズボン先手を取りました。型のケイヨン、すぐ後ろ、その隣にブラックキャビア、これに続くのが型のツイッター。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。天の小泉上がっていきました。型の維新、それに続きます。オレンジの帽子、天のグー、その後ろ天の海猿、それに続
続いています。最後方にアマノフィックス、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番アマノズボン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはカタノポニョ、内からはアマノキャワタン、その後ろにカタノケイヨン、並んで2番ブラックキャビア。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はアマノズボン、アマノズボン後続を引き離します。2番手はカタノポニョ、カタノケイヨン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアマノズボン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はアマノズボン、残り 100m、 後方から一気にカタノケイヨン、アマノズボン先頭だ、先頭はアマノズボン、1着でゴール、2着はカタノケイヨン、3着にアマノグ、勝ったのはアマノズボン、このレースを制したのはアマノズボン。ケイヨンどっちでも、ケイヨンダートでも2着なんだ。競馬場選択でダート1200、これでどうだ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。アマノズボン、これは好スタート。アマノキャワタン、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがアマノズボン、先手を取ったのはアマノズボン、アマノズボン、すぐ後ろにカタノポミョ、その後ろにアマノキャワタン、その隣にブラックキャビア、アマノ AKB、 すぐ後ろ並んで4番カタノケイヨ、すぐ後ろにアマノコイズミ、内からはカタノツイッター、肩の維新、それに続いています。さあ先頭は肩のポミョ、天のズボン、ほとんど差がありません。天のキャワタン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は天のズボン、離れて肩のポミョ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のズボン先頭、外から勢いよく天のグ、ここで先頭は天のグ、2番手は天のズボン、天のグ粘る、天のグ先頭だ、天のグ、天のグ1着、2着にはどうやら肩の維新、肩の維新、3着に天のズボン、天のグ見事このレースを制しました。維新って芝の馬じゃなかったっけ。ブラックキャビアがそれほどではないな。そしてそれぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。天のズボン前に行きそうです。天の AKB、 それに続いています。さらには肩のポミョ、4番天の海猿、その後ろ先手を取ったのは肩のポミョ、天のキャワタン、それに続いています。内からはブラックキャビア、これに続くのが肩のケイヨン、オレンジの帽子、天の小泉、その後ろ、その後ろからは肩の維新、すぐ後ろに肩のツイッター、並んで11番天のフィックス、最後方に天のグー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番肩のポミョ、依然として先頭、天のズボン、すぐ後ろ天の AKB、 それに続きます。その隣にブラックキャビア、天の海猿、この馬もこのグループ、その外に天のキャワタン、さらには天の小泉、並んで7番肩のケイヨン、その横に肩の維新、その外から天のグー、すぐ後ろに肩のツイッター、しんがりから天のフィックス、前の方からもう一度5番肩のポミョ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いて天のズボン、ブラックキャビア、それに続いています。その外に天の AKB、 その外に天の海猿、その後ろに天のキャワタン、各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで7番肩のケイヨ、肩の維新、それに続いています。並んで9番肩のツイッター、すぐ隣に天の小泉、天のグー、そのうちに続いています。しんがりから天のフィックス、もう一度先頭に戻りましょう。5番肩のポミョ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、天のズボン、それに続いています。先頭は依然として肩のポミョ、2番手は天のズボン、間を挟んでブラックキャビア、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。肩のポミョ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。天のズボン手応えは悪くありません。前を捉えられるか。
旗の工業先頭、外から勢いよく天野つぼ先頭、残り 200m 天野キャオタン追い上げてきた。先頭は天野キャオタン、2番手は旗のケイオン、先頭は天野キャオタン、1着でゴール、2着は旗のケイオン、3着に天野つぼ、勝ったのは天野キャオタン、このレースを制したのは天野キャオタン。意外な結果だな。長距離得意なのかキャータンって。はい、ということでカスタムレース終了ということで、以上ウィーニングボスト9、ライブ配信をお届けいたしました。今回、Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォローぜひお願いします。 YouTube のチャンネル登録、ぜひお願いします。旧 TwitterX アカウントフォローお願いいたします。ブルースカイのアドレスをいずれあげますということで、次回お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。